こんにちは、翔太です。今回なんですけど、7月29日のですね、更新情報を見ていこうと思います。まあ、月末っていうところで、まあ、もしかしたら今日キャラ来るんかなと思いつつも、多分対抗棒の MR アバターそろそろいい加減来るんじゃないかなというふうに思っています。まあ、おそらくですね、生放送ありますんで、そこで壊れキャラ来るんなら紹介あると思うんで、多分ですね、明日の更新ではそんな強いキャラクター来ないんじゃないかと思っています。それではですね、私まだスペシャルお得パック全然出てないんで、ここにまだないんですけど、やっていきます。まず特典見ていきます。週間基金今来ているので、あと4日ですね、という時間ありますので、課金非常におすすめのイベントとなっておりますので、課金忘れないようにしてください。でこちらの券ですね、本日までとなっておりますので、課金したい方はですね、私はおすすめではないんですけど、してください。芸家銀月なんですけど、ですね、雪山ケースを着ていて、こちら課金おすすめとなっています。週ギフトが高音ギフト今来ているので、課金される方は忘れないようにしてください。でガチャになります。まず毛利元内ですね、本日までとなっておりますので、欲しい方はですね、獲得忘れないようにしてください。でリジュですね、 UR 線アバターまで来ていますけど、まあ、このキャラクターは基本もう万人の方が取らなくていいかなというふうに思いますので、まあ、SSR 持っている方はですね、完全にスルーしていただいていいのかと思います。で花嫁の閣下が来ています。こちらもですね、まあスルーでいいかなと思いますね。奥義とか、まあ、UR 線アバター奥義あるので、これ狙ってる方は取っていただいてもいいんですけど、それ以外の方は基本的にはスルーしていただいて結構です。小早川秀明も同様ですね。まあ、奥義の数が4つとありますので、奥義解放できる方以外はですね、スルーでいいのかと思います。テーフですね、UR 線アバターまで今来ています。非常に強力な、まあ、キャラクターにはなるんですけど、花嫁、が同時に来ていないというところで、花嫁化できないと、まあ、進化は発揮できないのかなというふうに思いますので、まあ、今回に関してはスルーでいいんじゃないかなと思っています。ラッキースター今来ていますね。ですね、まあ、絆欲しい方はですね、直井兼津が一番おすすめなので、取っていただくといいと思います。で、半王が今来ていますね、百花美人には。で、明日更新となりますので、10時までと12時以降で限定特典と新装武庫の、王者セットですね、2回更新ありますので、忘れないようにしてください。スペシャル交換のキャラクターですね、入れ替わりが明日までですよね。明日の12時に SSR のキャラクター更新されますので、皆さん忘れないようにしてください。交換するなら今日までです。少女の出会い本日までなので、1段階目とか引く方は忘れないようにしてください。単独公募ですね、1回引いてもらうと段階報酬引けるかと思うので、引いてもらって結構です。神髄公募は段階報酬まで引くのは、まあ、2回引く必要があるのでおすすめではありません。以上になりますね。それでは更新情報を見ていこうと思います。いや、かなりなんか想定外のことが起こっていますね、私にとっては。まずは、芸家銀月見ていくんですけど、ですね、カラカラパックとか来ておりますので、最新の雑貨屋が来るみたいです。で、絆の水引きなんですよね。花の水引きだと思ったんですけど、絆の水引きです。で、神髄タンパックと招待券パックが来るというところになっています。ちょっと私結構びっくりしますよ。ハッピーギフト、こちら370円で、原宝180、2時間戦闘券2枚、新商交換券3枚が7日間毎日もらえるので、課金非常におすすめとなっていますので、忘れないようにしてください。美少女学園、李牧、連覇、盲点、半蔵、城が、一斉に登場します。まあこの辺のキャラクターはもう基本的に奥義目当てで取っていくことになるかと思いますので、奥義ですね見ながら、取るからキャラは選んでもらうといいと思います。でこのキャラクターですよ、ニミュエ、言いにくいな、ニミュエ、なんかハンニバル感ありますね、背景的に。いや、純 MR 来るんか、対抗棒対抗棒まさかのあれですかね生放送枠なんですかね、結構びっくりしてるんですけど、まあちょっとこの新キャラが来るっていうところで、明日ちょっと楽しみにしていようかなと思いますね。で何章だろう、あ帽子っぽいですね、でも本持ってるんで多分帽子ですね。帽子ってことは、まあ、バッファーかな、もしかすると。バッファーだとちょっと壊れる可能性がありますんで、ちょっと私ですね、最近原宝使っていて、今原宝ないような状態になりますので、非常に不安です。で、妖精の森の文王がやってきます。これは UR 線アバターなんですけど、そう、花嫁
化しているんですけど、花嫁では来ないと思いますので、まあスルーで、まあ花嫁でもスルーでいいと思います。で、一応実績いきます。大吉祭りではないと思いますので、まあ大吉が出ない限りはですね、課金自体は基本的にはおすすめではありません。で、月末キャラクターというところで少女の成長が絡んできます。ニミュですね、7月29日から8月10日の間ですね、このキャラクター取られた方は、少なくとも5覚醒と武器レベル85まで作っていただくと、訓練書4であったり、覚醒弾が余分でもらえたり、炭造石ですね、余分にもらえたり、強化結晶はいらないと思いますけど、余分にもらえたりするので、2ミュウへ取られた方はですね、忘れないようにしてください。で、最新の雑貨屋が来ます。まあ、これはですね、ウェイト制っていうのを取っていて、まあ、各ランクごとに自分で欲しい報酬を選んでいくようなものになるんですけど、無課金の方でも1回目は無料で引くことができます。で、A ランクでですね、UR1000 のキャラクターを手に入れることができるんですが、それがですね、5回目以降じゃないと、6回目だったっけな ?6 回目か。6回目以降じゃないと、そもそもその UR1000副賞出ないっていうところで、無課金だと確実に取ることはできません。で、6回目引くってなるとですね、確かですね、まあ、8000近く、最低でもかかるような、まあ、しかもそこで引く確率はもう、ほぼほぼないっていうところになりますので、まあ、最近だとあんまりおすすめではないかなというふうに思います。ただ、今回で A ランク、今回のキャラクターは、劉邦、服部半蔵、大谷義次、猿飛サスケ、大木人となっておりまして、この中から MR アバター出たりとかもするので、大木人とか MR 化すると結構熱いかなというふうに思いました。で、あ、福神の釣り場も来るんですね。まあ、これか。これあまり僕、私好きではないんですけど、まあ、魚の池、エビの池、カニの池ですね。これら、確か120円、3680円、12000円だったと思うんですけど、魚の池だと120円を5回引くと SSR のキャラクター。エビの池だと、3680円を2回引くと UR。で、カニの池だと12000円を2回引くと UR1000 のキャラクターが出るガチャを手に入れることができるっていう風なものになっています。まあ、個人的には魚の池であれば、まあ、課金してもいいんじゃないかなと思っているんですけど、他はですね、ちょっと課金おすすめではないです。ああ、いろいろあるな。少女の、では遊園地スタンプイベントもやってきます。ということなんで、少女の出会いでですね、原宝を消費していただくとですね、炭造石と遊園地スタンプっていうようなアイテムを獲得できるようなものになります。で、その遊園地スタンプは50個集めると、遊園地プレゼントっていうものと交換できて、遊園地プレゼントが、まあ、この少女の出会いでもらえるですね、アイテム4つの中から好きなものを選べるというふうなものになっています。まあ、千円装備も来て、もう手ぬぐいと王の腕輪に関しては、あ、玉の腕輪か、に関してはですね、もう基本的にはもう、誰も、取ってないのかなというふうに思うんですけど、まあ、香り袋、誓いの錠ですね、を集めるようなイベントかと思います。3000元宝ですね、までやってもらうと、とりあえず報酬もらえるので、そこまではですね、忘れないようにしてください。で、書斎もやってきます。まあ、願い返し来るので、おそらく3万元宝までは多くの方が達成できるんかなと思います。で、累計元宝ですね、最大20万元宝まで、やってもらうと、覚醒弾とか、訓練書とか、高級育成弾とか、まあ、戦闘権とか、まあ、その辺を手に入れるようなイベントになっています。まあ、個人的には、まあ、この機会に、神髄工房とか、引いてもらったり、遊園地スタンプのイベントをやってもらったりっていうのがおすすめです。まだ来るの星の羅針盤も来ます。こちらに関してはですね、まあ、ただでですね、UR1000 アバターが取れるかもしれないという結構いいガチャになっているんですけど、星岩石っていうやつと星岩石の絆っていうのをですね、まあ、ガチャから引くことができるようになっています。で、星岩石、80連、まあ、24000元宝使っていただくと星岩石1個確定で2個手に入れることができると UR1000 が手に入れられるガチャであったり MR 結晶と交換することができます。で、星岩石の絆ですね。こちら段階報酬とかもあって、まあ確実にガチャを回せば取れるようなものになるんですけど、それを使うと UR のガチャであったり SSR のガチャですね。この辺も手に入れることができるんで、まあ、ただで星岩石取れたらめっちゃ嬉しいんですけど、まあ24000元宝で星岩石取るってなると結構しんどいイベントになってくるかと思います。
アデショカチャージ2倍特典のリセットもやってきますね。まあ、明日ですね、初回チャージ2倍特典リセットされるので、今のうちにですね、課金される方は課金しておくのをおすすめします。なんだこれ。あ、なんかバグかと思ったんですけど、違いますね。いたずらでした。なんで明日は任務でしたっけ。あのキャラクターマジ怖いな。ちょっとどうなるのか非常に不安なところはあるんですけど、まあ明日は任務ですね。まあこのキャラクター見てみましょう。以上になります。これで今回の動画を終わりにしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、もしよければ Twitter のフォロー、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。